エルバ島はティレニア海にあるイタリア領の島。イタリア半島とコルシカ島の間に位置し、トスカーナ群島中最大の島である。ナポレオン・ボナパルトが最初の単位後に追放された地として知られる。行政上はトスカーナ州リボールの県に属し、約3万人が暮らす。エルバ領期ティレニア海北部に位置するが、エルバ島以北の海がリグリア海と定義されることもある。 グロッセート県の海岸から 20km のところに位置し、西方にはフランス領のコルシカ島がある。シチリア島、サルデーニャ島に次いでイタリアでは3番目に大きい島である。島民は3万人で、最大の都市は北岸のポルトフェラーイを。夏場は海水浴客が押し寄せる。エルバ島を含むトスカーナ群島の島々は、トスカーナ群島国立公園として保護されている。 この島には古代からインオー五族リグユスのエルベイツ族が定住しており、島で産出する鉄の精錬で知られていた。古代ギリシャはこの島をエイサル、エイサリア、またはエイセリアと呼んでいたが、これは古代ギリシャ語で煙にちなんだものである。古代ローマでは住民であるルベイツにちなみルバ、中世に入りルバ及びヘルバと呼ばれるようになった。古代にエトルリア人に侵略され、 その後、古代ローマに侵略された。11世紀初めには、ピサ共和国に支配され、1398年には、ミラノのビスコンティケへ売却され、後にピオンビーノの王の支配下となった。1544年には、北アフリカの海賊の侵略により島を荒廃した。その後、トスカーナ大公国を支配するメディチケによって、実効支配された。島には、 要塞と軍事と交易をするための開港、コスモポリーが建設された。この港は、当時のトスカーナ大公孤児も一世紀の名を冠している。1737年、メディチ家が断絶すると、エルバ島を含むトスカーナ大公国は、ハプスブルク家によって支配されることとなった。フランス皇帝、ナポレオン・ボナパルトが1814年に、このエルバ島に追放され、 無理に小宮殿と呼ばれる小さな邸宅で299日間を過ごしたことでも有名である。内陸部にはサンマルティーノと呼ばれる別荘もあった。なお、これを種にした次のような怪文は有名。エーブルワズ、アイエレ、アイソーエルバ、1954年にはコメット連続墜落事故の一つである英国海外航空781便墜落事故が エルバ島沖で発生している。マルチャーナ港島は、リボルノ県に属し8つのコムーネに分かれる。ワインで有名である。トスカナ州、ピョンビーノ港からポルトフェラ横までフェリーで1時間ほどである。映画監督、スタンリー・キューブリックは晩年、エルバ島のナポレオンを題材とする新作を構想中であった。ありがとうございます。